実は法政受かってるって聞いたんです。今年の法政大学の問題用意しました。今年の法政大学、はい、学習院より法政の方が簡単だった、はい、間違ってる法政大学、はい、舐めちゃいけないぜ、はい、さて始まりました、アムチチャンネル。さあ、今回はアイドル失格のルーです。アイドル失格のエンジテヤです。はい、アイドル失格のお二人に来ていただいたんですが今回なんですが、まあまあ慶応を目指して勉強中なんですけど、うん、そういえば実は法政受かってるって聞いたんですけど、あ、法政は合格いただいてますね。どうやって？まあこれ前動画で話したと思うんですけど、英検の準一級持ってたんですよ。で、法政大学って英検の準一級持ってると英語免除で受けられるんですね。それでやって受かりましたね。何日程？T 日程だっけ、なんか名前ちょっと忘れたんですけど、マーチを3ヶ月って言ってたもんね。あれはちゃんと話が裏があってというか、うん、その自分たちの曲を作っている方が名古屋大学の院生の方で、ひどい学歴中でルーさんが大学受験してるけど一生受からないんだよねみたいな話をして、うん、絶対にマーチは3ヶ月って入れるみたいなさあ、そんな中なんですが、法政受かってるんだったら法政の問題簡単に解けるだろうということで、今年の法政大学の問題用意しました。今年の法政大学、はい、じゃあ、はい、問題出ていいですか。じゃあ2人でいいですよ。あ、2人で解く、やった、まあ、やったって教えないで多分心の中で持ってください、はい、でも私この前全部間違えて、はい、あのコメントなんて叩かれさあどうぞ行ってみましょう。急に言うとフィギュアアウト、うん、懐かしい何で悩んでる、別にこれ意味だけだよ。教えてる、いや、そうなんだけど、そうなんだけど、ちょっと待って、えってなって、そうだ、これが3つの並列でしょ、だからとりあえずこれでいいや。あ、懐かしい、このハブパーストシンスみたいな言い換えみたいなのあるよね。会話な、会話嫌なんだよね。やばい、どうしようかな。これかな。まあちょっとこれじゃいきます。もうなんか考えても仕方ないんで、はい、はいはい、いきますか。自信はありますか。ミスで1問とかだと思います。おお、多分え、前といたやつどこだった。学習院の問題ですね。学習院より法政の方が簡単だった、はい、あの文法の勉強ちゃんとしました。あ、したんですね。はい、だから多分前回よりはいいかなって思います。なるほど、打ち砕いてやりましょう。いやー怖い怖いな法政大学、はい、舐めちゃいけないぜ。いきましょう。はい、2月9日 A 方式、経済社会現代福祉などなどですね。はい、最初 I like to lie on the bed なんとか and listen to the radio、 はい、With my eyes closed、 正解です。そうですね、これ分子構文のやつですね、うん、With なんとかですね、 With my eyes closed、 そうですね、はい、Arms folded とかね、うん、で、次が On the wrong side of the road My grandfather caused a major accident、 やばいな Driving 正解です。はい、はい、分子構文ですね、2回連続分子構文の、まあ A がね、文法上はいけちゃうんですけど、まあ意味的におかしいだろう、うん、意味大丈夫ですね、はい、あと間違った車道を走っていて、私のおばあちゃんは重大な事故を起こしてしまったおばあちゃんじゃねえよ。あ、おじいちゃんだ、グランドファザーだはい、待って、空目やばいかも。3番 We need to figure out what other things lead us to happiness、 なんとか、うん、eating such as taking a walk, reading books, and watching movies。 だから何が分かってないかっていうと、そうさ、話してるの聞いてて要素の分離に気づいてないわけですよ、うん、言ってるでしょ、私言うてらの授業とかでも要素の分離は大事だから。このだってほら、 such as が何だろうと、 eating なわけないじゃん。 such as がかかるところはどこですか。この場合は other things、 そうです、 other things にかかるわけです。Other things の後ろにサッチアーズ置いたらめちゃめちゃ頭でっかちな文になっちゃうわけですね、うんうんうん、だから後ろに回ってるんですよこれ。だから気づかなきゃいけないのは、ここにはイーティングだけがあるというふうに見抜かなきゃいけないわけですね、うんうんうん、で、リラースとハッピネス、ね、私たちの幸せにこう導いてくれるものって言って、ハッピネス、イーティングって言ったら飯2個並んじゃうから全知が必要で、選択肢の中に全知が1個しかいないですね、はい、ということで、はい、D ですか。はい、D です。ビサイズですね。ビサイズってどういう意味ですか。その上でみたいな。ああ、まあまあまあ、それだと副詞の方ですけど、はい、だから、はい、イーティングの上で、つまりイーティングに加えて、うん、イーティング以外にって言ってるわけですよ。いや、食べること以外に幸せをもたらしてくれるもの、はい、で一体なんだろうっていうので、サッチアーズが散歩するとか、うん、本読むとか、うんうんうん、映画を見るみたいなっていうふうに言ってるわけです。そうだから、エスペシャリーだとなんかおかしい、まあ、文法的にももう違うのか。そう、文法的にもうビサイズしか入らなかった最初から、はい、解でした、はい、さあ、The company has been なんとか dropping support for older products that are still widely used、うん、
というふうに言ってますね。引っかかってますね、思いっきりね。はい。ワースは置けません。引っかかってる。どういう意味かもわかんない。いや、もうすぐに、あ、NG 取ってる、ワースだっつって。あー、引っかかってる、引っかかってる。構成の手の上の中。やばいやばい、これ B ですね。B が正解ですね。はい。はい、E が後ろ、E が to do でしょ。はい。で、アナウンスインダット、ダット説取るんだったりする部位でしょ。で、後ろに ING が来てるってなって、B か C になるけど、ワース ING は後ろどういう形になりますか。ワース ING のせいですか。うわ、めっちゃ大事。ワース ING だけしか覚えてない。ただ読みの編集をしていた人間の言葉なのか。え、はい、ワース ING の後ろは目的語が書けるですね。オーナイさんにならなきゃいけないってやつですね。Okinawa is worth visiting ですね。ビジティングの後ろかけますね。目的語がない状態にしないといけないですね。あ、そういうことかな。だからワース ING の後ろに目的語があっちゃいけないんですよ、これ。でもこれ drop in support って書いてるんですよ、ほら。サポート入っちゃってる。入っちゃってる。目的語無理です。いや、やばいな。え、知らなかった。ワース ING だけだと。え、ね、それしか。じゃあダメです。ワース ING をちゃんと ING の後ろ側が目的語が書けるっていうのがポイントです。いや、ワース ING 低かったな、もう。ね、その辺がワースワイルとかと違うっていう、ね、大変なんですよ。はい。だから答えはcriticize for ですね。はい。で、criticize、人for ことの形ですね。で、これが受け身になってる感じで、はい、カンパニーが criticize されてるよ、うん、サポートをやめちゃった。Hold up product ね。still widely used 使われてる、うん。まあ、インターネットエクスプローラーとかね、話題になりましたけど、そういう風に使われてるのに、サポートをやめちゃった。っていうことで、非難されています。っていう。良くないな。構成を舐めたらあかんぜよ。My colleagues なんとか、to hear that I wanted to leave the company after 12 years。これはもうね、前回もなんか似たような問題出てましたからね。あ、はい。言った時に答えは C ですね。はい、C が正解ですね。感情は受け取る側、はい、受け身。そうなの、辞めちゃうのってことですね。12年も働いてるの辞めちゃうのってことですね。では、いきます。はい。The car manufacturer spent なんとか months of money on developing a new type of electric vehicle。何ですか、エンライトリンガーマンスって。やばいやばい、これあれだ、スペントが来てるから ING すぐ行っちゃったかも。うわー、で、これデベロッピングですよね。そうだよ、まあ、本当はね、オン取っ払って ING だけにするってことは、これ A ですね。 A、 そうです、はい、ノーマスアマンスですね。いやー、やばいな、なんか何も見てないな、莫大な、はい、そうです、ノーマスとアマンとめちゃめちゃ相性がいいですね、はい、Endangered、はい、危機にさらされた、はい、絶滅の危機に瀕したとか、うん、Enlightening、啓蒙するですか、うん、Evolved、進化、うん、はい、だからその車のメーカー、はい、ですね、うん、メーカーって訳した方がいいですね、マニファクチャーは、うん、非常にものすごいお金を使ったよって、ね、うん、新しい電気自動車を開発するためのビエコ自動車です、うん、乗り物と覚えるのはやめましょう。次、 My four-year-old nephew is never happy なんとか、うん、He's the center of the attention、 はい、うん、ということで答えは D、 はい、Unless ですね、いつも、ね、自分が中心じゃなきゃだ、やだですね、うん、そういうアイドルタイプの人たち。I visited the house my grandparents used to own、うん、It is the house なんとか my mother was born。 まあこれは簡単な関係副詞ですね、はい、はい、D ですね、はい、上に入れておしまい、はい、これ簡単です、生まれた家、はい、More than 5 years have passed since the car accident、 まあこの辺も結構大事なんですけど、このパストと誤報とかね、うん、さっきの4 year old とかも誤報めっちゃ問われるんですけど、うん、The victim のなんとか suffers from nightmares about death、うん、悲しい内容で、ビクティムが No longer、 はい、正解ですね、はい、何々何々ですね、うん、我々 No longer アイドルなんで、あ、そう、もはやアイドルじゃないアイドル、英語名が、そうなんだ、へえ。で、suffers from、 そうですね、 Nightmare about death とかも大丈夫ですね、うん、もう5年経ってそのカーアクシデントから、はい、ビクティムは知ってますね、犠牲者ですね、はい、はい、事故の犠牲にあった人たちが、うん、その悪、死の悪、うん、からサファーすることはなくなった、うん、本当かよ。The motorcycle I bought last year was なんとか ideal because it kept wanting to roll to the left、うん、はい、間違ってる、そこは関係ないですけどね、左に行っちゃうとは関係ないです、全然文法ですよ、文法ですか、はい、文法ですよ、はい、構造どうなってますか、でアイディアルは形容詞、はい、形容詞ですね、ってことは副詞が入る、お、そしたらではね、 by no means っていうのだったらね、前置詞わかりますけど、はい、 by any means ですよ、これだったら前に否定語がいるとかだったらわかるけど、うん、何もいないですから、ね、知らない、やばい、これもう今もうめちゃめちゃ叩かれてます、あ、本当ですか、これで形容笑ってんじゃねえよお前が形容だよ、いやいやいや、far from ですよ、 far from ideal、 far from、 知らない、 far from って何ですか、全くない、そうですね、はい、全く理想的じゃないです、理想からかけ離れてるっていう意味ですね、いや、 far from が後ろにちゃんと形容詞を置けるとかは知らないといけないんで、はい、いわゆる名詞しか来ないと、うん、この from のせいで思っちゃう人いるんですけど、うん、形容詞を置けるっていうのですね、やばい、全然できてない基礎レベルですよ、これ、ませんね、はい、 far from、 次、はい、dress code at dinner、 はい、ドレスコード、
こんな感じですかね。はい。I would have dressed more properly ですね。ああ、まあそうですね。これはもう楽勝ですね。Would have dressed。はい。肌色が正解です。はい。これはもう分かりますね。仮定法ですね。はい。はい、過去完了の if ない統治です。If things carry on badly at my company for another year or so, I may consider なんとかだ job ですね。Consider ing ですね。はい。Quit the job正解です。大丈夫ですね。まあ quit 自体もね、ing 取るっていう有名ですね。だからうまくいかなかったら会社はですね、もうあと1年かそこら、うん、carry on 続くですからね。うん、次、A study shows that a good night's sleep なんとか people are happier、はい、but those who sleep over 10 hours get angry easily。 あ、そうなんだ。10時間以上寝るとめっちゃ怒っちゃう。はい、答え makes。 はい、正解です、はい、makes people happier。 これは楽勝ですね。スープ用紙、はい、余裕でできたと思います、はいはい、続いて会話いきましょう、はい、I thought Jason and Erin were separating for just a while so that they could work out their problem but apparently that's not the case。I want to hear the whole story in detail、うん、So do I 世界、はい、分かった意味大丈夫私もみたいな感じですよね。そう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 、 So do I、はい、この I want to ってきてるんで私も知りたい in detail 詳細に、うん、話分かりましたちなみに。え、これ separating for just a while って別居してるみたいな感じでいいですか。まあまあ分かれてるんですね、はい、しばらくの間で、彼らはその問題を解決するために別居したけど、うん、まあ一見それはおそらく真実ではない、うん、Apparently って難しいですね。そんな風にはなってないよねみたいな感じですね、うん、Apparently、はい、ってめちゃめちゃ難しいです日本語、生活してる中で、はい、日本語にぴったり当てはまるのはない、はい、あるかもしれないですけど、うん、まあ多分みたいな、まあ、うん、こうなっちゃってるよねって感じ。 That's not the case。 The case は大丈夫ですね、よく問われます。真実とか、ああ、そうそう、true ですね、はい、That's not true っていう意味ですね。まあそうなってないよねって、うん、で難しいんですよ。そう、一見って訳と明らかにっていう訳があるんですけど、日本語だと全然違うじゃないですか、うん、一見ったら明らかに、うん、でも apparently は apparently なんですよ。これ何人にもネイティブにですね聞いてね、確認したことがあるんで私、はい、そんな意識したことないや。ちなみに形容詞の apparent はめちゃめちゃ大変ですね、これはね、はい、知らないといけないですね。名詞を修飾している場合はどういう意味になりとかですね、保護になっている場合はどういう意味になりとかっていうのの判断は国立で問われることがあります、はい、京都大学でも問われたことがありますね。名詞を修飾している場合のアペレントは複数の意味があるので要注意。さあ、ちゃんと編集しながら考えるんですよ、調べてちゃんと。あ、そういうことか、はい、復習みたいなね、これが。 You look pale, are you alright? Well, I decided to slim down. I ate なんとか cabbage soup for 2 weeks. Nothing bad. 正解です。はい、Nothing bad の意味はだけですね。そうです、はい、Only の意味ですね。ルー君は何問間違えましたか。15問あったのかな。15問ありましたね。4つか、うん、4つ、はい、はい、4問ミスということで、だ15問中11問正解ということで、はい、不合格です、失格失格やばい、法政失格になっちゃった、はい、法政失格やばい、法政大学合格レベル失格です。そうなの、4問間違えたらもう入れないんですか。いや、このレベルで4問間違える人は入れないでしょ。いやでも確かにこう見たらね、だってこれとかもだって何にも考えずに入れちゃったもん。まあまあ読解中心なんでね、法政とかはね、基本はね、まあ、T 日程とかは得意そうですけど、うん、いやー、そうか、まだまだ修行が足りません、ね、やばいですね。ちょっとちゃんと勉強してもらって、何勉強してるんですか、ね、今やってるのが英文法の、うん、あの桐原線あるじゃないですか、はい、あれを今最初から解いてて。古いのやってますね。なるほど、古いですかね、あれ、はい、あれずっと使ってたんですけど、はいはいはい、あれを今ちょうど半分ぐらいまで来たってとこですね。なるほど、まだ半分か。勉強時間取れてますか。いやー、ちょっとあと日本史を今結構がっつりやってて、日本史はあと1600年代ちょうど多分江戸時代これから入るぐらいの頃まで来てちょっと進めてる感じなんですけど、あれ桐原の線あった気がするんだけど、どこに書くのか、はい、あれあったはずだけどな桐原の線持ってるはずだけどな。じゃあまた次回どうなってるのか、うん、まあそろそろ模試も始まりますから。あ、そうですね、はいはい、そしてアイドル失格のチャンネルも貼ってありますので、お願いします。そちらもぜひ見てください。はい、はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching。